次のショートトークは、東北大学言語 AI 研究センター社会競争研究部門長の中尾光之教授よりお願いいたします。それではお願いします。それじゃあ始めたいと思います。今ご紹介あったように部門長ではあるんですけど、本部はですね、ミトスケールデータアナリティクスセンターっていうセンターの、世話人をやっているということです。で、今日私のミッションはそういう意味でお祝いの言葉をですね、鈴木先生に申し上げればそれで尽きてるんですけど、皆さんお疲れでしょうが、あと15分ぐらい、お付き合いください。そういう意味で言語センターさん仲良くしてくださいねっていう、そういう、あとはいろいろ教えてくださいっていうことを申し上げたいと思います。で、今日ちょっとこれからお話しすることは少し毛色がこれまでの話と違ってるんですけど、まず我々のセンターミトスケールのデータアナリティクスセンターの説明をちょっとさせていただいて、その後人材育成の話をですねしたいと思っています。実は昨日同様のシンポジウムがありまして、そこで話した内容をそのまま話してくれればいいと鈴木先生に甘い言葉をかけていただいたので、なんかそういう話になってるんですけど、ちょっとすいません、そういう経緯があります。で、私、このミトスケールデータアナリティクスセンターはですね、ここに下の図にありますようにデータシナジー創生機構っていう機構のもとに、4つ、ぶら下がってるセンターのうちの1つというわけで、同じ機構のもとにあるセンターであるということです。それでミトスケールデータアナリティクスセンターっていうのは、最近のですね、例えばナノテラスとか、さまざまな電源とかですね、そこから膨大なスケールで出てくるデータをハンドリングして、アナリティクスを開発して、価値を取り出そうっていう、そういうことをミッションとしている、センターです。で、それを最終的には人材育成とかですね、社会還元に、結びつけたいというわけですね。で、ここにありますように4つの、部門がありまして、アナリティクスやるところ、それから、エッジのデータ処理をやる部分、それからソーシャルインテグレーションっていうのは、いわゆる社会実装ですね。それからちょっと特別なんですけれども、オープンデータとか、あるいはオープンサイエンスを下支えするようなファシリティを構築するっていう、そういうミッションも、あります。で、ミトスケールっていうのはですね、単なるそのサイズがものすごくでかいっていう、ことだけではなくて、でかさはですね、そのスピードだったり、あるいは、レゾリューションだったり、モダリティだったりするわけですね。で、それはそのスケールがちょこっと変わるだけで全然違うものが見えてくるっていう、そういう世界ですね。だから、あるレイヤーで適用できたものが別のレイヤーでは全然役に立たないっていう、だけどその間には何らかのこう物理的な連関があるような、そういうデータをどうやってアナリシスして価値を取り出すかっていうことが非常に面白いし困難な部分であります。そういうなんか混沌の中から価値を取り出そうということに今トライして、その成果を人材育成あるいは社会、実装にまで、結びつけたいというふうに考えています。で、以上が一応このセンターのミトスケールデータアナリティクスセンター UDAC っていいますけども、そこの説明をさせていただきました。で、これから人材育成の話を少しします。で、昨日も、鈴木先生が同様な人材育成の話を AI のですね、先端分野の人材育成の話をされてたんですけれども、そこで、重視されてたことは個人一人のですね、能力に頼った開発を行わないで、とにかくグループでプロジェクトに取り組み、他社の知見なりノウハウを、課題解決に使っていくんだっていう、そのスキルを、
まあ、身につけさせるっていうことを強調されていました。で、私どもこれは、特定のですね、企業を相手だったりするんですけれども、その中でも、まあ、グループワークっていうか、ここではその教え合いと競い合いっていうふうに言ってますけれども、そういう、アクティビティを通して、まあ、知識なりスキルを実質化するっていう取り組みをやってますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。で、最初にお話しするのはですね、ブリヂストンと一緒にやってる話ですね。それでブリヂストンっていうのはご存知のようにタイヤメーカーでして、まあ、ある意味この、AI とかデータサイエンスっていうのは必ずしも、エクスパティスはないわけですね。ただ同時に単にタイヤを作ってればいいっていう時代は過ぎ去って、例えばウォーンアウトしたタイヤをどうやってこうリサイクルしていくかとか、いかにそのエコロジカルにあるいはエンバロメンタルにストレスを与えないようなビジネスをやっていくかっていう意味で非常に多面的なミッションを負ってるわけですね。逆にそれが果たせないとその世界の中で生き残っていけないっていうことになっていて、でそういう意味でAI とかですねデータサイエンスが活躍する場っていうのが今後どんどん広がっていくっていうわけで、その社内の中でもですね、このまあ、AIMD っていうふうに我々は言ってますけども AI データサイエンスの分野の人材育成を盛んに行っているわけです。でその一助を東北大学の、まあ、リソースを使って、まあ、やってるっていうわけですね。でもちろん企業の技術者っていうのはいろんな、スキルレベルがあってですね、そういうレベルにこう対応したようなメニューっていうのが必要なんですけども、ここでは特にリテラシーレベルとエキスパートレベルですね、割ともう経験を十分に積まれてる、技術者の方々を相手にした2レイヤーで、人材育成を、まあ、行っています。まあ、リテラシーレベルはですね、まあ、いわゆる PBL と言われるようなご自身の、まあ、実業で、得られるようなデータを、まあ、アドバイジングをしながら、まあ、大学からもアドバイスしますし、社内からそのエクスパートの人たちですねのアドバイスを受けながら、まあ、その問題を半年かけて解いていく。で一方で、より経験のある人たちはですね1年間かけてこれは実際に自分がやってみたいリサーチを大学のラボの中で、まあ、共同研究という形でまあやっていくということを、まあ、ある意味きめ細かくですね対応した人材育成をやっておりまして、まあ、これまで3年間ぐらいこれを実施してきています。で実際にその例えば、ラボの中で共同研究された人が社会人ドクターで大学に入ってきたりとかですね、まあ、リテラシーレベルの人が、まあ、よりエクスパートレベルに、アップグレードしていったりとかですね、そういうことが徐々に起きてきていて、その効果が現れてきているのかなというふうに考えています。で、もう一つお話しするのは、これは基本的には地域のですね、企業の方を相手にした、リカレント教育の仕組みなんですね。でこれを DX インフルエンサーというふうに言ってますが、要するに何ていうか全ての人を、同じようにケアするんではなくて、コアとなるような人材を、とにかくその方にオールラウンドプレイヤーになってもらって、その人をこう周りをインボルブするような形で、そのスキルをですね、まあ、広げていただこうっていう趣旨で、一応その階層的にですねステージ1、2、3っていう格好で、ステージ1はリテラシー、ステージ2はデジタイズ、データがデジタイズされてさえいればそれを使って何かソリューションを導けるようなスキルで、ステージ3はデータの採取から、学習からマニピュレーションまで一連の、
工程をですね、設計できるような人材っていうことで、メニューを考えているわけです。まあ、ここでは詳しくは申し上げませんけど、ステージ1っていうのはリテラシーですので、ほとんどがオンデマンドのコンテンツを学んでいただいています。で、ステージ2は、DX プラクティショナーっていうふうに呼んでますけども、そういうクラスワークのほかにですね、カグルの課題をグループで、それにその問題にタックルするっていうことを課しています。で、ステージ3がここまで来たら一応インフルエンサーと呼んでいいだろうっていうことなんですけども、ジェットソンとですね AWS を使いながら、クラウド上でデータを積み、そこで学習を行ったモデルをジェットソンに実装して、そこで実際にそのオブジェクトの認識とですね、マニピュレーションを、のオペレーションをやってもらうっていう実習を、これは3ヶ月ぐらいですかね、かけて、やっています。で、先ほど言いました、そのグループワークをうまくやるっていうことが非常に多分大事だと思っていて、で、これメタバースの環境をですね、そのグループワークを実装するときに、使ったりしています。で、これは普通のフェイス2フェイスのインタラクションを、割と簡易に実現できるし、あと例えばコードを見せ合ってですね、批評し合ったりするような場面にも割とうまく機能してくれるっていうことで、そういう認識をされています。で、競い合いと教え合いっていうのをそのグループワークの根幹に据えてるんですけど、で、そのやり方は多分教育工学的にはですね、いろんなやり方が多分あるんだと思うんですけれど、例えばですね、私どもはどうやってるかっていうと、これはこのキャラは一つのグループを指しますけど、で、グループに配分している課題は、いずれも同じなんですけども、異なった課題を一人一人に与えているっていうことですね。で、そういう意味で異なった課題同士でノウハウを共有し合い教え合う、で、ただしグループ間では、競い合うっていうことを、で、その基本的にはパフォーマンスを評価するんですけれども、そこで一応その各人をですね、各ようにモチベートし、コンペティションをやりながらパフォーマンスを高めていくっていうことを行っています。すみません。で、ここにちょっと貼り付けたのは、その中で行われたコミュニケーションのスラック上でのですね、コミュニケーションを例示してるんですけれども、そういう助け合いの様子が見えるでしょう、見えるでしょうっていうことですね。で、これ余計な話なんですけど、このキャラは、AI で生成したものなんですね。で、ちょっと見てお分かりのように、このキャラには耳がないんですね。これどういうことかっていうと、まだ AI がちゃんとリアリティを知らないっていうことを、ある意味意味してるのではないかなと思ったりしますけど、あんまり関係ない話ですが。それで、これもう最後です。冒頭でですね、青木、副学長が、人文科学とのコラボレーションの話をされたと思います。で、そういう意味でこの言語 AI センターのですね、一つの大きい、ターゲットっていうのは、その人文科学といかに、連携し合って社会あるいは人間の本質的な問いを解いていくかっていうことだと思うんですね。で、その例をいくつか3つぐらい言って終わりにしたいと思います。で、まず仕事を奪われるっていう話がいろいろあるんだけれども、実際にその AI とのコラボレーションによって新たに生まれる、フィールドがあるでしょっていう、そういうところのアビリティの再定義っていうのが多分今後必要になってくるだろう。で、これは
公開されているノートの一部ですけれども、これまでなんかクリエイターの方で30万ってありましたかね、コンテンツを生成してきた人がたどり着いた視点を要約してあるんですけども、結局その AI に頼ったクリエーションっていうのはなんか素晴らしいんだけれどもアトラクティブでない、つまりそこは目指すものではないということなんですよね。で、一見するとそのクリエーションっていうのがどんどんいろんなパターンがいろんな各人各業を作ることができて、それがみんな人を引きつけるかっていうことなんですけど、それは必ずしもそうならない。で、それはなぜかっていうと、まあ、ここでは、例えばナラティブがない、物語がないというふうに言ってるんですけれど、要するにさっきの言葉、乾先生がおっしゃった言葉で言うと、ある種の身体性みたいなものだと思うんですよね。で、それがない中で、つまりそれがブチッとこう切られた中で提示されたようなユーザンプル、クリエーションっていうのは人にとってアトラクティブではない。で、逆にそのある種の作家性みたいなものがこの AI がこう席巻する世界において前景化してくるという、まあ、これは一つのパラドックスではあるんですけれども、まあ、そういうことがあるんじゃないか。で、あと、もうあらかじめ昔から問われている課題についてよりこうそれがアクチュアルに、回帰してきてそれに応えるっていうことが、これは人文科学的には非常に大事な問いだと思うんですね。で、例えば上の方でこれ単に文学界っていう、多分この中でお読みになる方は一人もいらっしゃらないと思いますけど、文芸雑誌なんですね。で、そこで の作家と、これは哲学者とゲームデザイナーの人が提談してるんですけど、で、これは面白い視点だと思ったので挙げてるんですけど、日本語の LLM っていうのはひょっとしてその日本人の無意識っていうのを、まあ、表現してるんじゃないかというわけですよね。で、無意識をこう手に取り出してこう見るっていうことはできないわけですけども、それがこう LLM とのこう対話を通して例えばですね研究できたら、こんな素晴らしいターゲットはないんじゃないかなと思いました。それからこれ最後ですけども、ホルヘルイス・ボルヘスっていう、これはアルゼンチンの作家なんですけれども、が、1941年に発想したアイデア、これも作品ですけれど、バベルの図書館っていうのがあります。これ一部ではもうバズってる話ではあるんですけど、ここには何が所蔵されてるかっていうと、アルファベット25文字から生成される、うんと過去から未来にわたるまでの物語が全て所蔵されてる。しかもそれが再帰的に所蔵されてるような図書館ですね。つまりそのアルファベットで生成されるものはもう全てその図書館に所蔵されてて、もうつまり先取りされてるっていうことですよね。で、今例えば AI が世の中を席巻して、もちろんアクチュアルリアルなデータもあるんですけども、AI が生成したデータによってまた学習を行うっていうことがあるとすると、そういうデータによって世の中がこう覆い尽くされてるような事態ですね。それはまさにこの1941年では単にアイデアだったかもしれないけど、それがもうすでに現前しているような、そういう世界に我々は生きている。だけどその視点から人文とか、まあ、文学とでもいいし、クリエーションっていうのはスタートしなきゃいけないんだっていうことですね。で、その時にどんなクリエーションがありえるのかっていうことを、まあ、今立ち戻って僕らは考えなきゃいけない時代に生きてるのかな。だけどそれはもうすでに問われた問いであるっていうことですね。そこがまあ重要なのかなと思っています。じゃあ以上で私の話を終わります。どうもありがとうございました。